はい、皆さんこんにちは、ワンダルゲルビッシュです。では今回は信長の乱世紀の続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、引き続きというところになるんですが、本願寺攻めを敢行しました。ただやっぱりなかなかね、厳しい戦いを強いられたというのが前回になるんですけども、今回はその続きというところで、やることは変わらず本願寺を攻め立てるというところなんですけども、まず一旦ですね、今波状攻撃の方針を立ててるんですが、この波状攻撃の方針を一旦やめます。今だと毎月攻め込んではいるんですが、なかなか城を落とせないという状況が続いていて、今摂津内にはですね、本願寺の城としては石山御坊で、信長側、織田側としては飯盛山、高屋の2つの城があります。で、戦力差でいうと信長側が7600の兵に対して本願寺が2400というところで3倍近い差はあるんですが、この差をまずは広げましょうというところと、あとですね、合戦が続いたおかげというか、せいというか、両方あって兵の訓練度合いが少し下がってきているんですね。なのでこの訓練具合をまずは上げましょうというところです。本願寺側も同じく多少なりとも兵力を回復したり、いろいろ弊害は出てくるかなとは思うんですが、まずはそこをね、しっかりやりましょうねというところを思っています。さあ、ではまずは 2,3 ヶ月これでターンを進めていっちゃおうかなというふうに思います。ただやることとしては、まず国衆ですね、攻め込まれた時のための国衆に対しての調略、今だと一色、朝倉、武田から攻め込まれるリスクがあるので、ここはその敵から攻め込まれるリスクのある場所に関しては最低でも有効状態にしておきましょう。他はね、正直いいかなと思うんですが、やれることがあるときにやっておきましょうか。この辺りこそ委任したいんですけどね、本来は。多少なりとも面倒なので。あとは対立状態が長く続くと、一揆を起こしてきたりする可能性もあるんでね、自社勢力とかの場合だと。それを防ぐという意味では、定期的に1年のうち 2,3 回ぐらいはこうやって面会しておくというのもいいのかなとは思います。あとはちょっとお話ししながらだったんですけど、第一軍団からお金と兵糧を半分こしてもらったので、そのお金で鉄砲と軍馬を買っていきます。そうか、自らが攻め込もうとしたのか。前回この攻め込みだけやっちゃったんだな。しょうがないね。ここは自動にしておいてだ。お、取っちゃったの。マジか。まさかこんなことが。あんなに苦戦してたのに、委任した途端に合戦で勝利しちゃうっていうの、何なんだろう。ちょっと複雑だな。
まあ、土橋を雇いたいけど、土橋はお断りされましたね。まあ、ただ能力的にはこれどうなんでしょうね。統率23とか必要ないので殺しましょう。続いて久保田。加賀の豪族か、どうしようかな。統率60なんで、500まで地位を上げたけど、それでも雇われないか。じゃあ死んでもらおう。足利義輝、死んでもらいましょう。13代将軍義輝。秀綱ですね、本願寺秀綱。続いて、じゃあ一式討伐にかかりますか。一式を討伐して、その後朝倉攻めにしようかな。なのでちょっと軍団の再編成もした方が良さそうですね。まずはじゃあ軍団の再編をしちゃいましょう。まずは、あ、そうか、摂津から、信長自身を人事異動で、まあ、信長自身が人事異動っていうのも、まあ、ちょっと変な話なんですが、山城、京都に信長を移しましょう。で代わりにですね、軍団として摂津を第二軍団に、任せましょう。これで第二軍団としては、そうだな、山城、大和、T、少し軍団をもう一個増やしますか。そうすると信忠を第二軍団長に任命していこう。信忠がどこにいるかだな、今。信忠の所在が不明なので、信忠の所在を確認していきましょうか。信忠はまだ元服前か。それじゃあしょうがないで。そうなると、第二軍団長、誰にしようかな。つねちゃんとかにする？池田恒興を、伊賀に派遣しましょう。いや、まさかまさかだったな。うん、朝倉が攻めてくるか。まあ、ここは上から
こんだけの軍勢を派遣しとけば間違いなく勝てるでしょう。朝倉が攻めてくるとはね。総大将は増した長森に任せるか。何、朝倉に城を2つも奪われてるじゃないか。何やってんだ。しょうがないな、朝倉討伐にするか。ま、全部の城を奪われなかっただけマシだと考えましょう。鬼原版雇いましょう。さてさて、やってくれたな。それにしても今ちょっと軍団を分配するのはやめて、とりあえず近江を取り返しましょう。そっからだな。で、第二軍団には一式の討伐を丹波攻めてもらいましょう。で、信長はというと自ら兵を率いて近江の奪還、これに向かいます。いやー、よくよくやってくれるよ本当に。さあ早速出陣していこう。奪われた場所をね、そのままにしておくわけにはいかないので、まあ、ここは近江を取ったら若さまで一気に攻め込んで朝倉を討伐しよう。近江の国衆は中立か。まあ最終的に味方になってくれるなら構わないんですけどね。
いや、朝倉勢は弱兵だな。本願寺の兵がいかに強かったかっていうのがよくわかりますね。本願寺の兵はもう勇猛でしたね、本当に。まあ、このままいけば近江は再奪還するのは容易そうですね。さっさと奪還してしまって、まあ若さから朝倉勢の援軍が到着したか。乱戦になってきてるけど、まあ、士気の管理が一番重要ですからね。士気の管理、僕の使者が来たけど、ここはだってさ、ここはもともと信長が持ってたところだからね。ここはそういうわけにはいかないな、いくら朝廷からの。高めておきましょう。よし、城門破壊した。あとは城攻めにかかろう。いや、二打隊がいるんで、この二打隊先に潰しちゃうというのが手だな。あと何もしなくてもあの二打隊は潰れそうなので、ここは予定通り城攻めを敢行しよう。気合を一発使う。もう一発。敵もここで士気を高めてくるか。まあ、城は1個取ったので、そうすると一旦城の中に入って休みましょう。さあ、そしたらもうここは一気に潰しにかかりたいので、士気が十分に回復した部隊から出陣を促して出陣していきましょう。朝倉に味方するの？勇気ある行為だとは思うけど。まあ、ここはね、目をつぶってもいいんですけどね。この合戦にさえ勝利すれば。
げ、ニタタイがやられてる。ここで黒人衆か、やってくれるな。しょうがない、一旦兵を休めにかかろう。いや、休憩していいよって言ってるんだけどね。さて、士気の回復した部隊から再び戦場に向かってもらいます。もうね、信長の気合が使えないので、ここからも士気のコントロールがものを言うかなというところですね。落とせなかったか、小田には。いや、一色もなかなか攻めあぐねてるんだな。いや、なかなかしんどい戦いが続きますね。4人の武将を一気に失ったのが一色攻めで、堀秀政、
堀井出政は引き入れましょう。ただな、摂津で一騎か。せっかく組み従えたのに残念だな。そしたらもう今回は味を占めたというわけじゃないんですが、近江に出陣するものの、近江自体の出陣した式は委任して任せちゃいましょう。摂津だよな、願生寺がな、一気起こしてきてるからね。ここは難なく統一しましたね、近江を。そしたらこの後は朝倉一式、この両家の討伐ですね、この後は進めていきたいと思います。安藤盛綱か。盛綱は雇いましょう。で、吉影も捕らえたの。おお、これでだいぶ弱体化させたんじゃないかな。次なる一手は、摂津の防衛は大丈夫なのかな。大丈夫だね。摂津にはちょっと武将をもう少し配備した方がいいかもしれないな。はい、というわけで、長きにわたって本願寺と激戦を摂津国内で繰り広げてきましたが、摂津は切り取りましたので、この後はですね、朝倉一式、この両家を討伐した後、能登に攻め込んでいきたいと思います。はい、では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。